連休中とはいえ平日の午前中であるにもかかわらずその映画を見ようと多くの客が席を埋めていた黒木春さん寛一郎さん池松壮介さんが出演した「世界の大きく、江戸時代の循環型社会が背景となった寛一郎さん池松さんが扮するのはおわいや、 つまり武家屋敷や町人長屋の川屋を回って汲み取り江戸郊外の農家に下越として売る職業だ人に蔑まれがちだが武家出身の大きく黒木さんは分け隔てなく接してくれたモノクロの映像が三人の純粋な心情に寄り添う作家 石川栄介さんの著書「大江戸リサイクル事情」をめくると江戸の世ではこれに限らずさまざまな場面でものを大切に再利用していたろうそくの燃え残りを集めるため業者が回ってきたほか子どもが拾った古く着を雨などと交換する特恵兵衛なる行商人もいたリサイクルは当時 ほと石川さん時代や生活様式が変わってもその精神を大切にしたい読み終えた新聞を家庭から回収する本紙の取り組みが今月全県に拡大する古紙の再資源化にとどまらず新たな循環型社会構築への礎となろう